せーの、プロゴルファーにアマチュアの悩みをぶつけてみた。はい、皆さんこんにちは、かえでです。そして須藤優太プロに来ていただきました。よろしくお願いします。本日も児玉ゴルフクラブに来ております。はい、前回はフェアウッドを教えていただいたんですけれども、うん、はい、まだまだ海ゴルフくんが悩みがあるようなので。お、悩みは尽きないですね。はい、はい、悩みは尽きないんです。もう俺も俺もっていう感じだったので海ゴルフくん2度目の方にも今日もいろいろ教えていただきたいと思います。はい、それでは早速ですが入っていただきましょう。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。海ゴルフくんです。ドライバー2、2号ですね。2号です、はい、3つドライバーを、はい、なんかそれぞれ違ったドライバーですかね。で、悩みで言うと、はい、まあ、年齢も40も超えて、はい、まあ、若い頃みたいにこうブンブン振れなくなってきて、はい、今やろうとしてるのはこうどれだけこう振らずに飛ばせるかみたいな、はい、振らずに飛ばせるかのを一生懸命やってはいるんですけど、はい、まあ、今僕が使ってるドライバーがこれで、はい、46インチちょっと長め、まあ、長くして飛ばしていきたい。確かに、ちょっと持っていいですか。長い、長いですよね。長いです。ちょっと長めですよね。長い、長いです。持ったら相当長い感じします。うん、長いです。長いんですけど、しかし、しかし、しかし、フォーティーさんのゲロンディっていうドライバーが、ゲロンディ、なんと一番長いもので 47.75 インチの長尺ドライバーがあると。激長、激長なんです。これ相当長くないですか。ちなみに短い方のラインナップで 46.75 インチ、はい、すごいですね。 46.75 インチ、なんか大きいサイズの見せみたいじゃないですか。小さいサイズで XL みたいな。めちゃくちゃ長いですね。これがこういう商品なんですか。こういう商品、もともとこの長さなんですか。もともと、ただこう持ってみるとすごく軽いんですね。あ、はい、なんか長いけど軽いから振れますよみたいな、そういうクラブなんですけど、軽いです、まあ、ちょっと見てみます。軽いです。わ、長っ。遠っ。すごいな、こんな景色なんですね。40、これ7インチでしたっけ。これが47.75 インチ。長い。死者誤入したら50だ。すごいですね。本当ですね。普段から長めを使ってるっていうのはなんかこだわりというかあるんですか。でも、まあ、長い方がやっぱりこう触れれば飛ぶっていうのが物理でいうと絶対に飛ぶはずなので長めを使ってるんですけど、まあさらにその体が衰えつつもさらに長いものを使えれば飛距離は伸びるんじゃないかと思いつつも、まあスイング的にも全然あの飛ばせないところが多分いくつかあるんだろうなというところで、まあ道具で飛ばしつつスイングも直してもらってさらに飛ばせたらなというところです。はい、長いので一回打ってもらってでもいいですか。はい、はい、どっち僕からいきますか。はい、はい、じゃあちょっと僕的には挑戦ですね。はい、長さに挑戦するような感じですけどね。こんな打ったことないですよね、はい、多分長い。初めてです。僕今まで多分一番長いので 45.25 とかなんで、もうそれから2インチ以上ですね。 2.5 インチぐらい、はい、長いんですけど、はい、はい、打ってみたいんで、はい、はい、出してください。はい。はい、お願いします。はい、お願いします。先ほどあのテーラーメイドのステルスドライバーを打ってもらったところ、練習球で250-260ヤードくらいだったので、まあ、それぐらいが基準になるかと思うんですけれども、はい、長いこのゲロンディの方も打ってもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ打っていきます。未知の世界から 2.5 インチも長くなります。ただ持った感じは、はい、もう率直にすごい軽い、軽い、はい、はい、長い、この2つです。はい、でシャフトからこうずっとなんかマットブラックなんで、はい、いい、この辺は結構僕好みかなっていう感じはしますね。はい、木から入るの大切ですね。はい、そうですね、大事なんで、はい、おー、おー、クラブスピードが 50.7 です。 50.7 ですか。 50.7 です。すごいスピードを走る。273ヤード。え、あれあれ273.7 のスピン、スピンが2800、ボールスピードが 70.4。 あれマジっすか。ちょっと驚きっすね。もう一球いきます。おー、綺麗な内緒です。え、268ヤードです。すご
い。クラブスピードが 50.3 です。クラブスピードが出ますね。クラブスピード出ますね。はい、 50超えてるってことですもんね、アベレージで。さっきが48球くらいでしたかね、他のもので打ってる時が。いや意外と振ってて、まあ、最初構えた時はやっぱ当然遠く感じるんですけど、はい、振ってる感じで長さが邪魔するっていうのは感覚的にはあんまりないですね。ないですか。はい、まあ、ちょっとこの遠く見えるっていう先入観から、はい、ちょっと僕の中ではそこまでバシッとこう素早く振ってるっていう感覚は今ないんですけど、この感じで50以上出てるとちょっといいですね。いい顔してますね。ちょっと予想外ですね。空振りぐらいまで想像してたんですよ。言ってましたね、はい、2.5 インチこれよりも短いのしか打ったことがないんで、一番長いのでも、はい、それがまさかの振ってるなって感じもないですか、自分自身で。あ、振ってるなっていう感じはそうですね、そこまではしないですね。はい、すごい、こんなに、うん、すごく良かったですね今2球。はい、はいはい、次が 46.75 インチのロフトが7のものです。7っていうのは珍しいんですか。はいはい、これもまた、はい、珍しい。これもまた未知ですね。未知な、はい、市販のものだと大体 8.5 度が限界というか、限界ぐらいだと思いますね。まあ、今なんか特に 8.5 なんてないぐらいなんじゃないですかね。平均的にみんなが使ってる方が、はい、まあ、皆さん使われる感じでいけば 9.5 から、まあ、10.5、 今は少し11度っていうドライバーも出てきてると思うんで、まあ、その間ぐらいだと思います。はい、いや、いいぞ。クラブスピード 49.9 出てます。少し落ちましたかね、スピード自体は。284.6 ヤードです。おー、それキャリーはどのぐらいですか。キャリーはちょっと250ぐらいなので。なるほど、じゃあちょっと前に行ってるやっぱ感じなんですね。7度の効果出てるって感じですかね。あ、そっか、そのランが出てるってことですか。はい、あ、スピンが2001。おー、おー、なんか低いかと思いきやそんなこともないんですね。そうですね、これはまあシャフトの長さのタイミングで。わっ、278ヤード。おお、キャリーが255です。おお、すごい。スピードは今まで 49.9 です。なるほど、やっぱスピードはちょっと落ちるけど、うん、スピン量が一定してきてるから1インチ分スピードが、うん、まあ、キャリーがだいたい240から、はい、まあ、2,30 ヤードがキャリー計算、ランの計算になっているので、ランが多分そのぐらい出る。ちょっとこうやっぱ前に打っていてもちょっと前にこう行きそうな感じはしますね。あの、どっちかってちょっとこう棒玉っぽい感じが、さっきの 47.75 のドライバーに比べるとするかなっていう感じはあります。ウムグルフ君が打つのは長い方ですね。はい、長い方 47.75 インチの、ヘッドが HT なので、10度ですね。はい、見えなかった。おー、ナイスショー。おー、238ヤードです。クラブスピード45ですよ。 45.1、 はい、早い。ボールスピードも60超えてます。 61.5。 45.3 出てます、クラブスピードが、はい、早い。なるほど、今が231ヤード。素晴らしい。クラブスピードめっちゃ速いです。クラブスピード上がってますよね、はい、僕もそうでしたけどかなり上がってましたね。次が 46.75 インチのロフトが7ですね、はい、はい、おー、なるほど。こっちもクラブスピード45出てます。222ヤードです。さっきの、 47.75 と比べるとこう交互に振ると、はい、ものすごい振りやすいですね。そうですね、1インチの違いが、うん、格段にこう普段に近いというか。44.7 です、クラブスピード、うん、早い。 248.2 ヤード、飛んでますね。スピンが2225なので、おー、素晴らしい。理想に近い。スピンも結構増えがちなので、うんうん、これぐらいで収まってくれるとめちゃくちゃ嬉しいです、はい、これはかなり前に強い球出てそうな感じでしたね、はい、風にも負けなさそうな、風にも負けない感じが、ね、はい、こっちの方がどちらかというとあるかなっていうふうに思います。ドームグロフに合ってる感じは、はい、あのこっちのロフトが7度の方が、そうですね、まあ、今の数字を見ても、はい、まあ、普段使ってる長さからちょっと見ても、まあ、振りやすそうな感じは
こっちの方が、はい、あるかなと思いますね、はいはい、振ってみてどうでしたか。こっちの方がやっぱり振りやすかったですか。はい、はい、圧倒的に長い方が、うん、長さに負けてます。あ、なるほど。僕だと感覚的に、はい、もっとこう筋力ある人はもっと振れるんだろうなって気がするんですけど、はいはい、まあ、僕身長もそんなにないので、はい、これぐらいの方が安心して振れるので、うん、こう力を入れていける感じはありました、うん、なるほど、そうしましたら、まあ、ウームゴルフ君の、飛距離アップのための、はい、で、今回ドライバー的にはやっぱこの 46.75 の7度っていうところが、どちらかというとこの2本でいけば、まあ、合ってるんじゃないかっていうところでこのドライバーでやっていきたいんですけど、ただやっぱ 46.75 もどちらかというとドライバーとしては長いですよね。そうですね。でこの長さ生かしていきたいんですけど、飛距離的に例えばそんなに頑張らない、まあこう頑張るっていうのは自分自身のこの体が一生懸命動いたりとか力を使ったりとかするところだと思うんですよ。でいかにこのクラブヘッドを、まあ、手元よりも遠くにあるこのクラブヘッドをどん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 ビュンビュンビュン動かせるかっていうところだと思うんですけど、はい、その中で大事になってくるのは自分の体と、クラブヘッドをフォロースルー行った時にクラブがせっかく長いんでこのクラブヘッドのこの円を描く円の大きさは大きい方が必ず運動服のスイング的には生きてくると思うんですね、飛距離に。でどちらかというとフォロースルーの方がちょっとこう肘が縮こまってしまう、うん、はい、そうですそうです、はい、肘が縮こまってしまうんで、はい、ここを少し修正していく、はい、っていうので飛距離アップを、はいはい、やっていければいいかなと思います、はいはい、そしたら構えていただいて、はい、でバックスイングまあ、いつも通り上げていただいて、そうここはしっかり体がこう回っているし軸としてもしっかり残っていけるんで、問題ないです。これはもうここの形があるから距離が出ませんよっていうのにはなってこないからこれは OK ですね。でそこからインパクトまでぐーっと戻ってきてさっきお話したフォロースルーの方ですね。でこれってどちらかというと左肘は全然曲がっていいんですよ。肘っていうのもこういうふうにフォロースルーで、どちらかというと右肘が、まあ、両肘が曲がっちゃう状態ですね。そうそうそうです、そうです。そこにこう曲がっちゃうのが一番良くなくて、で一番はこのクラブヘッドは向こうにやっぱ力いきます。で今はこれにちょっと自分自身がついてきてしまってるからこのクラブヘッドをこっちに引っ張るんで、ウームゴルフ君は向こう側にこれを引っ張り返すような形で、そう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 です、そうです、動かしてもらっていいですか。でこの時に例えば肘がこういう風になってる状態で引っ張るのとこういう風になりすぎてる状態で引っ張っても多分両方ともそんなに引っ張りやすくはないんですけど、どっちかっていうとこの上に張る方が多分こうお互いこう引っ張りやすいとは思います。引けます。できるだけ右腕こうバックスイングからインパクトきます、ダウンスイングからインパクトきます、インパクトからフォロースルー来た時にできるだけ右腕からクラブヘッドまでを少し目標方向、飛ばしたい方向に対して少し長くこっちを取っていって、そうそうそうです、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 はいはい、そう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 。でそれで大事なのは今のこの伸ばしていった時に親指側が上にある状態、親指が上、そうです、はい、親指が上、上にある状態、はい、これ伸ばすって言ってずっとこういう風に伸ばしたりとか親指が下向きすぎて伸ばすっていうのは、うまく一番こう距離が伸びるところではないんで、親指が上の状態で、はい、そうです、ヘッドをクラブヘッドまでを遠くに、はい、そうです、そうです、そうです、放り投げてそこからそこを経由してフィニッシュまで行く、フィニッシュまで振っていく。今結構この動きだけで、はい、今までの僕のこの右腕の動きになかった動きをしてます、はい、あーなるほどなるほどなるほど、はい、今までだとどっちかっていうと親指がこうなってないでこうこっち向いたままこうなってる感じします。こういう感じになってますね、うん、これをもっとこう、そうです、ね、そうです、そうです、これをこっちですね、はい、そうです、親指が上を向いた状態で、これって特に被ってるわけではないんですよ。っていうのも最初に構えた状態でクラブを腰の高さまでこうやって上げていけば親指はまあ上にあるしクラブの頭側っていうのは上を向いてる状態ですね。でこのままこうやってくればその形になってるはずなんです。ってことはフェース面はずっとスクエアな状態でここに来ることが今の親指と、クラブヘッドの関係性、この腕が伸びる状態なんで、はい、ここを作ってもらいたいですね、はいはい、
だ今さっきまでで行くとこれがこう戻ってきて親指ってこっちを向いてる状態なんで、この状態はね簡単に肘曲げられちゃうんで、はい、どん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 力を入れれば入れるほど自分側にこういう風に巻き込んでしまうから、ここからフォローするをしっかり親指が上に向いてる状態、頭が上向いてる状態で伸ばしていくっていうのが意識として少し必要かな。だフォローする側の円をやっぱ大きく動くためのこの右手の、はい、そうそうそう使い方、クラブがせっかく長いんで、で自分自身が頑張らなくていいっていうことは、まあ、腰をすごく切ったりとか、体を思いっきりこう早く回転させたりとかではなくて、右腕の伸ばし方でクラブの通る円が大きくなっていくんで、それがこうパワーに最後までつながってくるかなっていう感じですね。いやこれちょっとまだ打ってないんで何も言えないです、はい、打つ前にちょっと言っておきたいなと思ったんですけど、はい、左すごい気になってたんですね実は、はい、自分で動画を撮って、うん、もう左肘がもうこうなってるのがすごい嫌で、はいはいはい、これをなんとか直そうとして、もう左腕ずっとまっすぐみたいな、はい、やるんですけど、はい、絶対曲がってて、はいはい、どうしたらいいんだろうと思ってたんですけど、これは右で直せそうな今気がしてます。おそうですね、左っていうのは曲がるものなんですよね。左っていうのはフォロースルー来たら必ずこう曲がっていくものになってくるから、これを伸ばそうとすると、でも先ほどおっしゃってたように多分こっちを伸ばそうとするとこういう状態になるっていうのはすごくわかります。だからこれ多分やろうとしてることと今起きている現象は合ってるというか、左を伸ばそうとした結果ちょっとこういう風になっちゃうよね。だからずっとこっちに閉じ込み、この縮込みやすくなっちゃって、ここが治らないっていう感じになってくるんで、はい、右手を今の親指が上向いた状態で遠くに、そうです出してあげる。そうです、それです、その使い方、それ完璧、はい、その使い方、綺麗、はい、フィニッシュのポジションが全然違います、ちょっと多分変わってくると思いますよ、はい、ナイスショー素晴らしい。今238ヤードです。ないしょ。すごい。はい。クラブスピードも44出てます。すごい、こっちが気にしてる割に早いです。いや正直今なんかまだよく感覚つかめてないので、はい、4、5割ぐらいな感じなんですね。はいはいはい。めちゃくちゃなんかこう押してる感じしました。あ、グッと。いい感覚だと思いますね。で、この4、5割がフルスイングでいいんですよ。これを今やりたいんです。これ一つ、こう飛距離アップをこうしていくときに皆さんの感覚としてすごく大切にしてもらいたいのが、今までよりも振ってないのに今までと同じ距離が出るっていうのが大切なんですよ。でそれ今 4、5割ぐらいで、まあ、大体同じぐらいのヘッドスピードさっき出たじゃないですか、はい、出てます。そうこれが大切なん でこれでいいんですよ。これがフルスイングです。今マックスの力なんです。本来やんなきゃいけないマックスの力なんですよ。これですね、はい、でもまだ結果的には今1球、まあこう打ってもらって、イメージ頭の中で考えながら体を動かしてもらったんで、まだこれが慣れてくればもうちょっと自然とスピード上がってくるから、これを続けてもらうっていう、はい、フルスイングはこの感覚割合でいいです。力の割合でいい OK です。はい、わかりました。はい、ちょっと何球か、もう何球かいきますか。45.2 出ました。クラブスピード早い。素晴らしい。あ、みんな素晴らしいですね。皆さんもうなんか、ウルフそんな気ないんですもんね。そんな気ない。そんな気ない。そんな気ないのに出てるっていう。早い。素晴らしい。ちょっと飛距離はまだこれから慣れは必要かもですけど。そうですね。やっぱこれ、まあ、当然手の向きが変わってくればフェースの向きも変わってくるんで、うん、この辺でやっぱりタイミングっていうのはちょっとこう球数必要にはなってくるんですけど。はいはい、動きとしての意識だったり今の素振りが変わるだけっていうのは、素振りが変わるってことはすごく大切なことなんで、はいはい、ここを少し意識してもらえれば長いものも活かせるし、うん、自分は頑張らなくてもヘッドは頑張ってくれるよっていう手の動きになってくれるんで、はいはい、ちょっと意識して、はいはい、やってみてください。はい、ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。せーの、また見てねー。